はいどうもダイリでーす。今回なんですけど、カゴ釣りに、高島に行ってきたいと思うんですが、タイトルにもあった通り、春カゴたっちゃん仕掛けを考案した横田師匠と行ってきたいと思います。以前も一緒に高島には上がらさせてもらったことがあるので、今回は第2弾になります。いやー楽しみですね。はい、というわけでもう間もなく待ち合わせをしておりますので、横田師匠と合流したいと思います。じゃあ今日も行ってみましょう。はい、というわけで、今合流いたしました。横田師匠です。大事師匠じゃないけどお久しぶりですね。前回上がったのがあれ調べたら7ヶ月前とかなんです。釣り行かれてないですか、あれは。あー、男女運動行っただけ。あ、行ったんですか。しかも男女運動ですか。釣れました。めちゃくちゃ釣れた。めちゃくちゃ釣れたんですか。人が少ない、ほとんどいない。まあ中国から香港かな。中国、中国人、中国人。はい、日本人だけやったら、コロナの関係もあって、はい、ほとんどいなかったな。あ、そうなんですね。男女まで行かれたんですか。めっちゃ元気ですね、相変わらず。元気じゃないけど、みんなが引っ込んでる。ああ、高島はでもあれ以来ですよ。そうそう、あれ以来だな。じゃあ今日は楽しみですね。イサキが多分釣れてると思う、まだ。釣れたら美味しいけどな。はい、ちょっと今日はタルカゴをいろいろ教えてください。ゆるいっすね。まあ頑張る。ゆるキャラっすね今日。じゃあよろしくお願いします。はい、というわけで大浜漁港に到着しました。師匠はね、やっぱね、さすがね、顔がでかい。あ、顔がでかいじゃない、顔が広いんでね、いろんな人とお話をされてますね。というわけで今一人ぼっちでございます。ですが気にしません、そんなことは。これからじゃんけんをして場所決めになるので、ちょっと待っておきたいと思います。おはようございます。よし、何番目で。じゃんけんで3番目。天使行ってこい。じゃんけん勝っても負けてもいいけど、じゃあ。でも場所、まあ場所はやっちゃんが言うところであげるから。これちょっとやばいんじゃない。とか言うか。3番4番。はい、じゃあじゃんけんこい。負けました。さあ行くぞ。はい、到着いたしました。今日はですね、野月というところらしいです。すごい釣りがしやすそう、すごいとこです。足場がめちゃくちゃいい。こんな感じですね、ほぼ平らで、後ろはまあこんな感じで壁があるんで、まあ、風もあんま来ない感じです。師匠はなんかあっちの方でここでやるって言ってますね。離れてんな。で、なんかこの奥でもう一名上がられた方は何ですかね、なんか石台とかですかね。そんな感じっぽいです。竿もなんか見たことない感じ。え、何ちょっとな、糸張ったから手当たるわ。マジか。お、イサキや。やば。1投目。おー、
おいおいマジかよ、出遅れてるじゃねえか。早速一匹目釣りましたね。一緒くそー、うん、来た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 、一投目やべ、楽しい。ん、ついてる、あ、ついてるついてるついてる、ついたついたついた、よし、おい絡まっとるやんけ、卵が、よいしょ、ふぅ焦った、卵伸びんかった、こいつのせいか。一投目できました、イサキ、イエー。30センチぐらいですかね、あんまりサイズ大きくないですけど、とりあえずやりました。やっべ、爆釣の予感。よいしょ、めっちゃ竿曲がってます、やばいやばいやば、お願いします。やばい、到着早々騒がしい、よしよし、でかっ、でかっおめでとうございます、でかっ、やばっ、おーおめでとうございます。はい、どうも、フィシダイです。うわーすごっ、かっこいい、うん、さっき自分も一投目で釣りましたよ。釣れたか、はい、さりげに、なんぼでもええけど、あの食うときに釣っとけ食うときに投げとけ、確かにそうっすわ、食うときに投げときます。やべえな、ついて早々バタバタや。結構長い枝流しますね。さっきも結構長い枝流してたら来たんだ。来たかな？来た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 。来ました来ました。やば、レンちゃん。よいしょ、やったー、2匹目、ちょっとサイズダウンしましたが、ありました、やば、2投連続、イサキパラダイスだな。なんか野草みたいなこと言ってますけど、入った。やば。よいしょ。よいしょ、やった。めっちゃ釣れる。やばくねえっすか、さっき浮き映してたらスコーンって入りました。やったー、めっちゃ焦った。これ飲みます、朝ブル、いただきます。あ、釣れたんか。おお、あー、めっちゃ釣れる。師匠も2匹目を釣りました。お、また来た、また来た、お、結構引くぞこれ、
ちょっとでかいんじゃないのこれ。ちょっと大きくなったんじゃないかこれは。おお、低い。イサギか。イサギだったらでかいよ。ウサギだ。でかいっすねこれ。でかいっす。よいしょ。めっちゃ行きましたもんこれ。はい。イサキだったらでかいかもと思ってたイサキでした。え、でかっ。急にサイズアップ。でかっ。やった。でっかっ。40ぐらいあります。40センチぐらいのでっかい。しかも腹がパンパン。ふっと。でっかいの来ました。やったー。休む間がない。休憩する間がなくてマジでバタバタ。まあいいことなんですけど。え、めっちゃ引く。先かこれ。めっちゃ引くんだけど。でかいでかいでかい。でかいでかいでかい。でかいでかい。よいしょ。え、これ今日1じゃない？あ、42センチ。今日1でかいですけど、42センチありますね。やったー。めっちゃでかくないですかこれ。これはババイサギだ。めっちゃでかくないですか。やった。師匠も認めてくれたでかいって。ババイサキらしいですね。ジャイアントババか。潮はゆっくり左に流れてるっぽいですね。ババさん来てくれ、ババさん。よいしょー。ババさんよー。うわ、ババイサキさん生きてるじゃないか。結構長い間流しても餌残りますね。餌が残るいうことは多少復興した方がいいかもしれんけど、わしは全然ないけど。え、残らないですね。食ってるんでまあいいかなと思うんですけど。ハリス5号ですか。ハリス5号で2キロぐらいですか。3キロ。あ、3初め3キロだったら今半キロほど短くしたんだ。餌取りが多いなったけど。あー、なるほど。餌が毎回取られる系、うん。先はな、はい、上で食うや食うほど魚が大きいけん、下で食うや食うほど魚が小さなる。魚が浮いたらな、浮いたらもうハリス短くした方がいいんだけど、餌が餌取りで取られ出したらハリス短くするなり、うんうん、樽の場合はね。樽の場合はですか、うん、相変わらず潮は左に流れてプラス沖に出だしましたね。あれ、なくないか。あれ、絡まっとる。やんなことねえな、来とるな。よいしょ。入った。やべ、誘ったら来た。お、誘い入れたら来ましたね。よしよしよしよ、イサキちゃん。よいしょよいしょ。少し落ち着きましたね。あれ、あ、食ってるな。落ち着いてねえな。よいしょ。よいしょ。うわ、すげえ。石垣だよ。これが沖縄。口白。へえ。すごい。まあこっちの方じゃ。あの釣りもすごいですね。いろんなものが釣れますね。初めて見ました、石垣。ちょっとね、あの今日ルアー持ってきてるんですよ。試しにルアーで釣れるか、ちょっとルアー投げてみたいと思います。鉄板バイブレーション。
アイゴっすか。アイゴ怒ってる怒ってる師匠が怒ってるアイゴっつって深っ、結構深いな。うわーで釣れないですかね。深っ。よっしゃ来た。やば、おもろ、ルアーで釣れるやんけ。シャヒコだ。うわ、根に入られた。根に入った。根に入った。入ったらな、そのままバーンと見ない。もう今切れるよね。はい、うん、わ、これうっ、これだから思い切りしゃぶってんの一気に巻かない。もういいですかね。うん、よっしゃ、よっしゃ、うわ、あ、なんだなんだ、え、なんだこれ、え、タイ、え、糸寄り、え、なんだこれ、え、うまいんですかこれ。あんまりうまないモンツキイサキ。モンツキイサキ、モンツキやろうが、はい、これだ、これ、うん、モンツキイサキ、へえ、すごい。でもあんま美味しくない。あんまり美味しくないよ。じゃあ逃がしますわ。楽しませてくれてありがとう、ね。いや本当ルアーで釣れると嬉しい。モンツキイサキとかに来ました。でもな、それが釣れる時にはな、はい、まあルアーだけやるけど、釣れる時にはな、魚はあんまり来ない、はい、あ、そうなんですか。なんだと、やっぱルアーで釣れると楽しい。イサキかと思ったんですが、ちょっとこいつは逃がします。根に入られて諦めかけてたんですけど、糸を完全に緩めろって言われて緩めたら外れましたね、ちゃんと。よっしゃ来た。なんか来た。めっちゃルア釣れるじゃん。よいしょ。なんだ、めっちゃ叩くな。うわ、また同じやつだ。モンちゃん、またお前かよ。また同じやつ来ました。モンちゃん、ありがとうございます。ちょっと面白いんですけど、ルアーモンちゃんしか釣れないんで樽に戻ります。あれ釣れたんですか。中ちょっと向こうなんだよ。ちょっと深くしたんですか。今一人で向こうにいたんだ。なんだ違うこれ。よいしょ。これヤサオさんが釣ってたやつですね。うわすごっ、肌触りすごっ。美味しいと噂のウマヅラハギ来ました。おお、でか、またでかいですね。餌って何で釣られるの。バフン、ウニですか。うん、したことないですよね、こいつで。道具が高そうなんで。11枚。おー、ギリギリです。ギリギリです。今どんな感じなんですか。状態、状態とか仕掛けとか、どんな感じされてるんですか。仕掛けそのもの樽でやるんやったら、ちょっと潮が早くなりすぎてきたな。もうちょっと緩い方がいい。あ、ゆっくりな方がいいんですね。仕掛けが入らんけってことですか。うん、そうそうそう、そういうこと。さっきハゲ釣ったよ。はいはい、ウマヅラハギですか。うん、あれ美味しいらしいですね。肝が めちゃくちゃうまい。めっちゃ腹がパンパンでしたもん。そうそう、あれ今一番肝が大きいよ。へえ、ここ広くていいですね。足場がいいし広いし。うん、でもしけには弱いよな。すぐ波上がるけど。でしょうね、めっちゃ低いですもん。うんうん、昔はな、これ見て亀の手がものすごいあったのに、今ってほとんどないよ。あれあんだけ突っ込もうたらな、はい、何十年も経たんとあれだけ掴んだ。へえ。ここは水深はどんくらいあるんですか。ああ、いろいろやけどな、まあこっち側は浅いわ。右に行くほど浅いですか。竿2本ぐらい、このちょっともう大きい。こっちは深い、20メーター大きいからドーンと深くなってきてる。
絶壁みたいな。来たっすか。お、来てる。来てるような気がする。かわいい。それはちょっとあの大きなやつは価値があるね。あれめっちゃでかかったよ。うん、あれ価値がババイサキ。あれセールで魚で買うたら2000円近くする。ああ、これぐらいでも4、500円するときこれ4、500円するそうです。竿持ってかれました今。竿持ってかれた。パン食べとったらパン喉つきましょうよ。外れたっすか。あ、針ある。まあ油断するとああいうことやな。パン食べとったらそうか。どれだけ魚ついてわからんでも。師匠がヒットしました。連続ヒット。なんでこんな師匠ばっかり釣れるんですか。そういうことやね。え、自分全然入らんすよ。棚いろいろ変えたか。棚はや一広深くしてから変えてないんです。うわ、またイサキか。よいしょ。はぁ、なぜだ。バリスは4キロ。え、4キロですか。私はな、長くしたんですね。で誘導な、2キロぐらいになった。誘導が3メートルぐらいで4キロのハリス。あ、ってことは2本ぐらい入ってるんですってことですか。入っとるのは2キロぐらい水面から入っとる。ハリスの長さには関係ないけな。潮が行っとるときには真横行っとるんで、こう降りちゃおらんけしたんで。そうか、うん、ハリスの長さが違うことは結局は草が自然に動く。深さには関係ないですね。うん、はい、来たっすか。ありがとう。釣りますね。さすがですな。何全く釣れんすもんなって。すげえな。やっぱいろいろ考えながら棚変えたりいろいろしてるんですよね。棚はな、初めから終わりまで同じ棚で食うことはまずほとんどないしね。どんな魚も。人間が食べる場所違うのと一緒よ。実力の差が出だしたな。めっちゃ早いですね、沖流れるの。今はそうでもないよ。あ、なるほど。沖はそもそも流れが速すぎて仕掛けが入りにくいから、手前の方が流れが緩いから手前の方が仕掛けが入りやすい。確かに全然流れの速さが違いますね。木めっちゃ早く右にバーッと流れてますね。手前の方がゆっくりゆっくり流れてるんで、遠投すりゃいいっちゅうもんでもないですね。おお、来た来た、マジで来た。やば、手前にしたら来た。え、何これ。あ、イサキじゃん、イサキじゃん。やった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 。よいしょ、やった。ついにやりました。いたー。サイズはちっちゃいですけど嬉しい。この一匹はちょっといろいろ考えながらやって釣れた一匹なんで、自分の中では価値ある一匹です。やったー。こんばんは。あら、皆さんこんばんは。来ましたよ。全然頼りにならない助っ人が今。いやー、今日もねかなりの防寒をしてきましたからね。寒さは多分大丈夫だと思います。矢沢さん、問題発生。いきなり問題発生なんだけど、なんかおかしいと思う。ここ、なんか違和感ない。人がなんだよ。ちゃうわ、まあ、人もおらんのんだけど、なんか違和感ない。なんでこの場所を選んだか。あれついてないの。そう、ガイドがついつかんのよ、なんか。え、早っ。え、これさっき皆さん、あの釣れた時に今代理からあったかもしれませんが、は早くないっすか。あ早っ。え、今日俺いる。いらんかもしれない。ガイドと同じぐらいいらんかね。人だわ。ちょっと矢沢さんも来て、ガイドがやっぱつかないんで、ガイドを作りたいと思います。でそれで、まあ、就業したいと思います。これでだいぶ明るくなったと思う。これでもうガイド代わりぐらいになるだろう、これ。まあ、今手作りのガイドを作ったんで、ここですね。今作り立てなんで、これでまあ1時間後、2時間後、3時間後にちょっとどうなるか。全然明るいもんな。いい感じだな。
あそこ今なんか泳ぐの魚か。でも寄ってきたで、これもう早速集魚効果がある。めっちゃ魚寄ってきてる。なんかちょっと海が賑やかくなってきた。あ、おるおるおる、やさお足元にめっちゃおる、めちゃくちゃおる。これこれ全部やりいいか。足元来るぞ来るぞ、これめっちゃおる、やば。いけすみて、よっしゃ来た、うん、やったーい。5杯目やったー。ちょっとこれちっちゃいな、メスです。さっきめっちゃおったろ、足元うじゃうじゃおったろ、そこらじにおったで、どっか行っちゃった。でも一杯つったらどっか行っちゃった。さっきこの街灯のここのらへんにブワーって寄ってきとった。はぁ、あ、見えたもんな。だってそこらじゃんって、あっちこっち、どんどん時間かかるんかな、寄ってくるときに時間かかったりする、うん、あ、かかるだろそれ。ただまずプランクトンが集まらんと魚寄ってこんけ。さっきのは見えとったけ違うけど、野草が来る前に釣れたやつは結構ボトム付近狙っとった。30秒ぐらいかな。さっきのはまあもう浮いて見えとったけ、わざとも表層付近ちょん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 ってやっとって。あ、え、来たね、来た来た来た、いいか来た、いいか来た、表層やれ、表層回収して、ほんと近くで表層でいいけ。でフォール長めに取って、ほんと1回とか2回しゃくってもうフォール。あ、来た、お、いました、イエー、おい。今足元うじゃうじゃ回遊してたんで近くないと来ました。やったい、めっちゃ釣れる。すげえおるな。ピタって止めないけん、ホール中は動かしたらいけん、グラ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 。お、来た、あー、いや、したらすぐまた、え、何しよる。じゃあ、ああいうのは当たって、あ、乗らんかったってなるじゃん、うん、したらまたすぐこうやってわーとか言っとらずに、うん、もうすぐまたホールさせるんよ、こうやって。あんまり近づけすぎずに、うん、近づけすぎたらいいか警戒して逃げるって境目あるじゃん、うん、目上がるじゃん、うん、ここら辺で止めて、こうしゃくってこうやってやってくる。今回気づいて泳いでいくやつ、いかが、結構表層泳ぐんだな。泳ぐ泳ぐ、結構見える。そこの方が結構ずっと思ってた。いや、基本はそこの方におるみたいだけど、回遊してる時は結構見えるけな。オスはそこの方に結構おるってことだな。あ、そうね。いや、オスはそこの方に。お、来た、早っ。あの、早い、知識はいいけど釣ってや、サボさん。いや、あ、これオスっぽい、押す、押すかもしれん。さっきまでより引くわ。全然当たりがわからんな。あ、来た、来たんじゃない。いや、なんか押すが来た、押すが。でっけえな、やっぱ押す。やさおさんがなんか豆知識を解説しとったら。もうまた回ってきたぞ。嘘、うん、ほら、めっちゃおる。多分な、この手前よりな、警戒しとるけな、ちょっと奥目の方がいいと思う。あんなにもう足元に見えとって数おるんだったら 2.5 ポーンってやったら来るかもしれない。警戒しとるけ、結構何ぼでも釣れるぞこれ。すごいわ、ここにもおるぞ。うん、足元だらけだ。これめっちゃいいね、やっぱこの街灯効果あるやん。効果絶大じゃん。うん、すごいわ、作り街灯マジで効果絶大ですよ。これ人がいないとこだったらやってみた方がいいかもしれない。人がいなくて、でもイカがいるって分かってるところで、で街灯がないところとか、最強だなこれ。めっちゃ、だって足元にさっきから何回もヤリイカが回遊してきてますからね。でこの光のとこで一回止まって、こう餌を何追い求めてるというか、しかもイカの姿が見えるけど楽しい。泳ぐ時の姿とかめっちゃ見えるじゃん。だってなんかあの居酒屋にあるイケスみたいじゃないですか。そうだ、来た、また来た、また、めっちゃおる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 、何あれ、めっちゃおる、全部イカ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 、やばい。めっちゃおる、やばいぞ、ヤサオ。こんな見えることある？だけおもろいがこれ。だってこんな釣りしたことないじゃん。おもろくね、この釣り。いつもどっちかって手探りでこう。うん。しかも、来た。うわぁ。やりました。めっちゃいますよ、今、足元。大げさじゃなくて、本当にあの街灯効果、マジでやばい。時間にムラはありますけど。寄ってきたらふわーって寄ってきます、群れで。しかもその寄ってきたのが見えるんで、イカの姿がめっちゃ見えるんで、それがまた楽しいっす。きた、よいしょー、一杯目です、ゲット。投げる前に光照らしてやったら一発できました。お、来た、来た。めちゃくちゃ引っ張られて今。早いな、めっちゃおるぞ。だって多分これやばい、めっちゃ今おるぞ。
やった。やばい、楽しすぎる。やっぱあの明暗におるわ、割と暗いところの境目らへんのあの暗いところにおって、でたまにこっちに来てなんかバーッとおるけど、基本あの辺におるわやっぱり。おやら来た、取ったなんぼでも釣れるぜ皆さん、やりか釣れまくり。やばいなこれ、入れ食いだでマジで。今当たった、また来るで、これ今一回当たったっけ。よっしゃ来た来たで、めっちゃ釣れ。いやそう 2.5 に変えてみ。もうマジで、もう今閉まってないもん、クーラーボックス。これジップロック出しっぱにしてるもん。もうちょい投げ、うん、でちょうど明暗の辺、暗くなる辺まで投げて。でもこれ絶対街灯があるけど、こんなに釣れとるのと思う。街灯とかの手作り街灯、これやばい。ちょっとどんだけイカおるんって話だね。相当おるんじゃない。あ、ついてた。めっちゃ赤い、多分怒ってます。でちょっとこう擦れてきたなと思ったらカラー変えるんや。ブルピンだったんで今度はリアルアジカラー。おきたいやメスだと思う。ほらもうカラーチェンジしたら一発よ。いやーすげえなー、ここまで来るか。お、来た、めっちゃ当たる。来た、え、ちゃん、めっちゃ当たるんだけど、めっちゃ竿先引っ張られる。よっしゃ来た、よっしゃ来たー。こいつはめっちゃ触ってきてました。ずっとコン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 、こうやってやっとって当たり取るのがやっぱ楽しいって。普通にただ釣るだけじゃなくて、こうやってやっぱ当たり取って自分で合わせるっていうのを練習した方がいいと思う。そしたら煽りにも使えるって。もう分かれてやつかもうコーンとなるって。行ったら合わせて、もし乗らんかってもまたこうやってすぐしゃくって、またこうやって元に戻しておくからまた来る。そう、 OKOKOK、 分かった分かった、当たり、それ楽しいだろ。面白いわ。やりましたよー。めっちゃ来た、めっちゃ来た、めっちゃ来た。回ってきた、回ってきた、回ってきた。フィーバータイム、フィーバータイム。うおー、やばい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 。やばいやばい。めっちゃおる。やばい。2、30本取る。ほら来た、やっぱりほら。こんなにヤリイカみたいに久々だもんな。いや、ない。俺はない。俺はないわ。普通に釣りするより楽しいわ、これ。面白いな。うん、倍楽しめる。来たうわ、これでかい。コースだ。よいしょ。わー、でかい。あー、はい。よし、あ、しゃ、来た。来た、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 来た。あ、もう一個抱きそう。うっ、うっ、うっ、やばい、やばい、違うやつが抱こうとしてる。よっしゃ。あ、今度違う方がついて、もう一個が離れた。あはは、両方離れた。上から見たら明るいんですけど、かといって上から撮っても映らないし、ちょっと本当はイカ群をお見せしたかったんですけど、ちょっと映りそうにないんで、まあ実際に自分でガイド作ってもらって、実際に自分の目で確かめてみてください。めちゃくちゃ寄ってくるんで、やばいです。今からイカ釣りをやっていきます。イカメタル。これで落ちるけ。はい。まあちょっとこう、前に投げて。はい。
まあそこからほんと10メーターまで5メーターでもいいかも。大体そこで食いよったけ。いや難しいな、初めてなんで、なんかまだどんな感じで来るんかも全然わかんない。食べたら感覚わかるね。慣れだね。あ、来た。あ、今しました。当たった？当たったら待っとく。あの、すぐまた来たけど。あ、来たの。来た。うわ、重たっ。見てやっちゃう。当たりもあるんですけど、なかなか用乗せないです。思ったよりめっちゃ難しいな。しゃ来た。しゃ来た。おお。来ました。なんか重たいっす。なんかでなんか。おお。ちょっとゆっくり前に行けな。でかかったら。はい。やったー。来ましたよ。めっちゃ引く。あーでもこのサイズなんよ。いしょ、よいしょ。やりました。まあいいか、さっきよりでかくなりました。やった。このサイズでもだいぶ引きましたね。うおう、やった。それで中堅ぐらいだね。中堅ぐらい、中堅が釣れました。中堅さんが。なんとなくですけど分かりましたね。で、何回かコツコツ当たりがあって、 3,4 回目ぐらいにちょっと待ってたら来た感じです。うわ、今また来たな。竿先がちょっと浮きましたね。水面も賑やかで、なんかめっちゃおるな。なんだこれ。初めてイカメタルをやるんですけど、ずーっとこうやって竿持ってたらやっぱ腕だるいっすね、思ったより。今日イワシが少ないもんな。一面イワシになるのね。これがですか。これが、これがもうふわーってなる。水面でイカが取ったりするけど、そんなも見えるんだけど、見えんもんな、まだ。口数が減っちゃいます。そんくらい集中しちゃいます。
みたいな当たりでした。すごい足に力がいるな、これ。
ずイカが溜まってきました。やーべ、釣り放題や、イカ釣り放題。やばいやばい、めっちゃいるんでしょうね、海のとこに。めちゃくちゃ釣れますわ。おーおー、来た60から70センチぐらい。夢あるよ。夢あるよ。さらにその他にもカツオ。ああ、カツオ。そう、カツオの40センチぐらいのやつ。カツオってどうなったか覚えてる？あの K って書いてあるじゃん。 K って書いてある。 K って書いてある。さらに2日前ぐらいに横尾が出てます。横尾？マグロの子供。へえ。高島は秋になったら宝くじ状態ではあるけど、横輪が出てると。なので、まあまあ横輪とか夢のまた夢だとして、そういった魚種が豊富に釣れておりますので、どの種類でもいいので、ちょっと青物何か釣りたいなという期待がこもっております。到着しましたというわけで、場所はですね、北側松崎、はい、というところに上がってきました。すごい、俺かい。安尾得意の開けてます。またちょっと後で撮ろうかと思うんですけど、両サイドに大きなワンドがある状態です、はい、うん、今すぐにでも投げたいです。釣れるゾーラが出てますね。すごい。まずはタルカゴ釣り、はい、やってきます。やってきます。じゃあ安尾さん、お先です。お願いします。お先です。さあ始まりました、松崎編。もうなんかすんごいいい感じ。まずはタルカゴ釣りなんですけど、なぜタルカゴ釣りを選んだかっていうところなんですけど、確率は相当低いですけど、まあ、カツオとかマグロを釣ろうと思ったら、表層から中層付近、結構上目を狙った方が釣れる確率があるということで、とりあえずはそこをせずにタルをやっていこうと思ってるんですが、今現在初っ端はですね、潮は左に流れてます。この松崎は右にこう流れるのが本潮らしいので、まあ、今のところ探しようっすね。入ったぞ。よっしゃ。
ダリン。よっしゃー、やりやした。早い。映えとる？映えとるいますよ、矢沢さん。はい、投げます。こうなだらかに坂になっとって、その手前に貝がいっぱいあるけ、最後上げるときに、回収のときに早めにバーって上げんと針が引っかかるぞ。もこれ気をつける、急に持ってかれる。なんかこれ亀の手だっけ、これ取ったらできるのに20年ぐらいかかります。そんなかかるのらしい。取ったらどんどんなくなってくる。はぁ、さあ今日はどんな兆候が待ってるんでしょうか。ドラマが欲しいけど。ドラマがえ話せ差し餌は回収したらついてなかったです。潮の経過わからんけど穏やかね。穏やか、まあでもコンクリの方がいいと思うけどね、樽だったら。あの仕掛けが入らん、水中つけとる、うん、こんなやつつけとる。あ、でもこれは…入った、え、入った焦った。うん、入った。イサキっぽいな、どうでしょうか。よいしょー、イサキゲットです。さっきまでちょっと餌が残ってたりしたんですけども、ちょっと長めに流してたら釣れたっていう感じです。なりました。え、カメじゃない。カメがいる時ってなんか潮が多いじゃんって聞いたことあるよな。だ、釣れんっていう。最低いってらっしゃい。入った。お、入りました。包丁ですね。包丁です。包丁ですね。いや、なんかイサキ、イサキだと思います。 だとしたらもうちょっと取れます。矢沢さん包丁だいや、なぜか包丁です。イサキゲットしました。わりかし長い間流せとるけ、餌取りがごっつおるわけでもないんかもしれない。湧いとるわけではないんかもしれない。うわ、餌残っとるわ。うん、丸々残っとる。この辺若干背があるけどな、この辺ちょっと見えてる、ね、うん、でこの辺多分気をつけんと、最後潜られたらプツンってなる。最後思いっきり浮かさんと。まあそんな心配いらんかもしれんけどな。え、そもそも今のところ樽カゴでイサキしか釣れておりませんが、今のところ青物の気配は全くないですね。分からんけどな、急に来るもんだけ。油断してる時にパンって来るけど、バチーン、バラ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 っつってまあ分かりませんが、どのタイミングでそこに変えるかだよな。でもそこに変えたらな、もう一気にカツオとマグロの可能性が一気に遮断されちゃうけ。前回あの俺が浜田でカツオ釣った時も動画見直したらやっぱ樽で雇った。あー、潮が右に行ってくれんかな。思いっきり左だもんな今。左だね。だいたい今のところはあの辺で当たっとるよな全部。そうそう、こっち側左側。なんか背がいいとこがなんかあるんかな、もしかしたら。なんかいいもんがあるんかも。そうか、それもあるな。ちょうど俺が餌なくなった頃にあそこへお前の分を撒いとる。撒き餌要員にあの挿し餌を。あ、入った入った入った。あ、ちょっと引くぞ。え、え、イサキかな。ちょっと引く気がするけど。え、イサキこんな引く？いや違うぞ、多分イサキじゃねえぞ多分。ほら違う違う違う、やっぱり違う。やべやべ。何それ、それあれじゃないの、貝割りとか、なんかあのいい音やつじゃない、わけわからん。やりました、なんか来た。イエーイ、謎の魚。なんか黄色い点々がここにあります。ちょっと病気っぽい感じの。反対側にも。何これ、初めて見た。内容貝割り。え、内容貝割り。え、内容貝割りらしいです。やったー、南洋貝割り初だな。
初。味変わらしいで、あれ。え、青物になる。あ、まあ青物にはなる。じゃあ、とりあえず私はもう青物クリアして。おめでとうぜ。ちょっと俺も南洋貝割りで。中短波の引きだった。どれぐらいでなんか実感が出た、そのあ、これ違うっていう。だけ手前らへんで浮かすけどなかなか浮いてこなかったっていう。あー、入った、はい、入った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 、息合わせ。あれ、青物っぽい、青物っぽいな、なんか違うけどどうなの。なんかでも潔っぽい気もするけどな。内容感じてないよ。俺もそんな感じだった。え、どこ。あ、内容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 、かいわり、かいわり。おいおいおい。安尾さんの内容つった。ありました。ないよ、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 内容ラッシュ、内容タイムとか言いながら、イサキでした。イサキでも嬉しい。やったー、やりました。内容カイバリ。一瞬はなんかイサキだと思ったんですけど、手前で結構引いたんでびっくりしました。初めて釣りました、内容カイバリ。よし、二人とも初魚種来た甲斐があったな。やった。内容カイバリとか釣ったことない。うまいんかどうかは別として、しかもラインがバラバラって出るから焦るな。焦ります。ちょっと朝一カメがいたんで、カメ見た瞬間にちょっと今日大丈夫かなと思ったんですけど、なんとか始まりましたね。騒がしくなってきました。今日は小潮で、最初からもう帰りまでずっと下げ潮っすね。それがいいのか悪いのかは分かりませんが。あ、んでちょっと釣りとは関係ない話ですけど、この釣り場電波が悪いですね。携帯のアンテナがほぼありません。ということで、ここ屋で本日釣りをしている場所なんですけども、松崎茂じゃない方です。松崎というところに降りております。いやー、いいとこですね。一応釣りをしているところはあちらになるんですけども、ちょうど先端ですね。で、後ろは何もないので非常に投げやすい状態となってます。で、こっちの方もこうすごい開けてて、ワンドだと思うんですけど、こういうところで向こうの方もずっと行けると思います。すごい広いです。で、こういう手前の方に亀の手っていうんですかね、こちらが結構連なってて、下の方まで結構降りていけるので、タモ入れがすごいしやすいと思います。だいたい自分たちが降りたのがここの岩の向こう側のところで降りたので、そこからおっとちょっとアップにしましょうかね。生きてる方がいらっしゃいますね。筋肉じゃないだろうか。一応なんか大会目指してらしいです。あら、陽気な方がいらっしゃいますってな感じで、結構向こうからこうずっとこう歩いていって、今代理がいるところまで歩いたと。まあでも釣りはすごいしやすいところなので、移動してよかったかなと思います。風が出てきました。後ろからこう吹いてる感じで、風は感覚的には2メートルぐらい。入りました。あまり引かないです。なんだ、なんや、先ん、内容だな。ちっちゃい。再びゲットしました。内容カイバリです。大きさはさっきより小さいですけども、完全にもう自分はイサキかと思ってました。ここはすごいですね、触覚みたいな。ゲットです。さっきだと速攻だったで、投げて速攻入ったとか言った。今日はヤサオデーだな、今のところ調子いいな。釣りがしやすいわ。しやすい。ね、わりかし潮の流れが速いんで、
思ったより早くなってきたんで、なんでちょっと仕掛けがね、なんかあの挿絵がまあ毎回残って上がってくるっていうのと、あと回収した時に仕掛けがあんま入ってないっぽいんですよね。なんで確実に入れるためにこのさっきまでの水中機プラスの上にちょっと重りを打ちました。あとハリスも自分3ヒロで安岡が2ヒロなんですけど、2ヒロの方が今のところ調子良さそうなんで、あとハリスもちょっと短くします。はい、ということで釣りを満喫しておりますが、本日は私ヤサオ絶好調でございます。もしかして本日はヤサオデーなのか。すごいな、あっちとか中国とかで、ね、すごくない？全然重いんけど。でも船がめっちゃおるな今日。いつもおらんのね。ジギングとかだろう多分あれ。ってことはやっぱ釣れおるんだろうな。うん、仕掛けは入ってるな。仕掛けは入っとりますが、うわー餌残るな。ほんと全然餌取り終わんよな。手前にスズメダイがおるのに刺し絵が残るってことは沖に出れん理由があるってことだろ。だけど何かしら魚がおるんか、流れが速すぎるとか潮のかもしれんし。貝割りタイム終わったか？もう終わったか。今潮が手前は左に流れるし奥は止まってますね。手前だけすっごい左にこう流れますね。ちょっとそこに変えよう。ダメだ、樽にもう反応なくなって餌も残るんで、そこに変えます。そこかご釣り、今からはもう2人ともそこかごにしようと思うんで、こういうやつですね。いつものこういうの浮きにかごで、これも強制的に沈めますんで、棚は竿2本でやってみます。じゃあそこにしてどんな感じになるか変わるのか。なんかそこだったらやっぱりそこから始まるけ、ヒットしたらちょっと怖いな。そこの手前頑張らんと切られそう。あれ浮きなくね。あ、入った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 。しかもなんかラインが走っとるぞ。わあ、来た。そこにして2投目浮きが入りましたが、イサキっぽいな。あ、イサキだな。Thank you。 いいサイズやん。ああ、え、でかくね。ふぅー、幸先やったー。そこかごにして2投目イサキが釣れました。ちょっと青っぽい感じのイサキ。おお、うん、ブランブランイサキが釣れました。サイズもまあ普通ぐらい。やったー。さあそこかご投げてみましたがどうでしょうか。タルカゴではちょこちょこ初めの方に当たりはあったんですが、そこかご釣れたらいいな。まあ代理が1匹先釣れたんでこれに続けと。ん、なんか引いとる。なんか来た。そこだね。しかもさっき浮き全く入ってなかった。回収したら来たで。なんそんなあのあいつみたいな喋り方の。中尾明明みたいな喋り方したで今お前。そこだねって。やっぱそこっすか。そこだね。次行ってようか。いいか。もうない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 。神々すぎて何言ってるか分からんし。再びゲットしました。おお、息がいい。何よカリバリです。そこをカゴに変えて1投目なんですけど、浮きが全く入ってなかったです。入ってなくって回収してて急にズドンと重たくなってカイワリちゃんでした。てか南洋カイワリって言いにくいな。なかなか言えん。南洋カイワリって言いにくいじゃん。あんまり聞いたことない。そうだね。なんかすっごいゆっくりですけど右に流れるんですよね。そこにしたら樽の時までずっと左だったの。一応右の方が、あ、また行った。来た。さてー、んー、どうでしょう。イサキではない。重たい。カイワリちゃん、カイワリちゃん、
どこ行くの？え、イサキ？え、違う、何これ？おーい、え、おーい、ヤサオちゃうんかそれ。え、何これ？え、違う、え、違うでな。何これ、ヤサオの偽物だぞこれ。色薄っ、濃いみたいな色してる。いい、釣らしたー。なんか笛吹き台っぽいけど、色がこの間のやつと比べて全然薄いっすね。ヤサオの偽物、笛吹き系だと思いますけど、ちょっと詳しくは分かりませんが、釣れました。休憩します、ちょっと一旦休憩。お昼でございます。今日の私のご飯はこちら、高菜と博多からし明太子の焼きビーフン。へえ、なんか女性っぽいな。え、違うビーフン、なんかそういうイメージがあるけど。いやかもしいわ。私は俵結び弁当でーす。なんか女子みたいな。OL が屋上で食べるやつ。まあでも定期的に今日は釣れとるか、ずっと。そうそうそう。いただきまーす。まっ、いただきます。はい、うん、ビーフンとか、うん、食べんもんな。うん、まっ、すんごい口の中の水分全部取られる。パサパサ、ずっと潮が止まってたんですけど、ようやく少しずつですけど右に流れ出したんで、これからどうなるかってとこですね。本場に変わってきたんで、釣れる魚種もまた変わったら面白い。うん、まあでも最近イサキばっかりだったね。イサキ多い。それで考えたら今日はいろいろ釣れてくれてる方なんで、うん、楽しいのは楽しいです。今のところまあ残り時間もねあんまりないんで、食べ終わったらまた頑張りたいと思います。あ、もしもし、おはようございます。場所がね、北側入りました、あの松崎。ああ、松崎しげるか。あ、ちょっとしげるに上がりました。なんで結構岩が黒いですね。松崎しげるが黒い黒いみたい。そんなことはどうでもいいんですけど、釣れんだろ。なんかね、まあイサキがいつも通りと、あとあのね、貝割り。ああ、何用貝割り。あれうまいっすか、あれ。うまいらしいで。あ、本当っすか。あれめっちゃ釣れてるんですよ今。じゃあ持っていきますわ。よし、食べたことないけどいらんわ。性格悪い。めっちゃ釣れるんですよ南洋貝割りは。今日何センチぐらい。いやもういろいろっすね、サイズ30ぐらい大体平均。6匹7匹ぐらい釣れてますよ。シュートは聞いたけどな。めっちゃ貝割りデーです。今日イラマソ出んね。出ないっすね。で潮はずっと左流れとったんですけど、1時間前ぐらいからやっと右にゆっくりですけど流れ出して、これからもしかしたらまだあと1時間半ぐらいあるんで、チャンスタイムがあるかもしれないですけど。カンパチは釣れないっす。もうその2つしか釣れないっす。貝割りとイサキとあとヤサオと、それしか釣れないです。貝割りはもう作ったことないけど、美味しいとは聞いたことあるけど。あの、サーモン売りなさいよ。そればっかりだな。野菜はあれか、新しいサーを使ってる。新しいサーを使ってますけどね、サオが泣いてますね。負けとるんか。負けとるどころか泣いてます。まだ早かったか。ここってちなみに距離的には普通ぐらいでいいんですか。普通、普通。そんなにごっつい投げすぎんでもいいし。今買うか。春やっててそこに買いました。そこが好きだな。どっちもね同じなんですよ。イサキと貝割りばっかり。アジ釣れん。アジは釣れないですね全く。赤水がもしの釣れるやろ。そればっかりや。泳がせで。まあちょっと狙ってみますまた。頑張って。はい、はい、ありがとうございます。
南洋カイワリ、今日初めて釣ったんですけど、めちゃくちゃ釣れてるんですけど、場所なんですかね、場所なのかちょうど今日そういう日なのかどうなんか分かりませんが、すんげー来るな。でもやっぱそこに変えてすぐ2人とも当たったんで、そこの方が潮がなんかいい感じなんですかね。しゃくりだけはいいな。入った入った入った。あんまり引かない。いや軽いな、バレたかもしれんな。ぐっそマジか。入った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 。これウサギだ。ウサギ。スコーンって入ったね。よっしゃー。ウサギゲット。おめでとうございます。やったー。南洋カイワリ。大一の貝割りゲットしました。でかい。ヤサオゲット。でかいやつ。しゃ、いやめっちゃくちゃ浮きが晴れてめちゃめちゃ面白いです。おなじみの笛吹き台です。終了でーす。お疲れ様でした。結果イサキ結構な数と、今日は初のカイワリ、結構これも大量に釣れました、はい、サイズはまあ様々ですが30から35ぐらいのカイワリが釣れました、うん、カイワリデーでした。初めて釣った魚種なんで、そこに関してはとても嬉しかったです。いろいろ釣れたんで、釣り自体楽しかったので良かったんじゃないかなと思います。とりあえず今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。